一般社団法人日本新聞協会は、日本の新聞、放送、通信の企業個人で構成する業界団体。以前は、文部科学省所管の社団法人であったが、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人へ移行した。1946年7月23日設立。日本新聞博物館が入居する。 横浜情報文化センター新聞社などが倫理の向上を目指す自主的な組織として1946年7月23日に創立し同時に新聞倫理要項を定めた。また、1958年には新聞広告倫理要項を定めた。さらに、2000年10月には横浜市に日本新聞博物館を開設した。伊藤正則。 理事長、馬場常後小田島佐田吉村山長鷹本田、近尾高橋雄斎村山長鷹上田恒鷹一万、直寺白石故郷、広岡智男の木純造渡辺正紀小林よそじ、中江俊忠小池忠田,田渡辺恒尾顧島、新一北村正藤内山人志秋山、高太郎白石京次郎山口俊一市2019年4月現在、1 0の新聞社、4の通信社、 22の放送局が加盟している。なお、全国市やブロック市の中には、地域本社単位で加盟している社や、産経新聞社のように自社の主要発行仕ごとの名義で加盟している社もある。逆に、参加に複数の発行紙を持つ場合でも親会社もしくは、主力の一種のみが加盟し、子会社や系列紙の名義では加盟しない地方紙もある。新聞社や通信社のほか。 紙媒体でない放送局にも加盟している社があるが、紙媒体を中心にしてきたという点では、共通点のある雑誌社は加盟していない。なお、日本国内すべての新聞社が日本新聞協会に加盟しているわけではない。加盟にあたっては、発行部数1万部以上という条件があるが、全国各地に点在する、いわゆる地域史の中には、 発行部数が数千部程度のものも多く、それゆえに非加盟の新聞も多数存在する。以下、主な非加盟し脱退しについて挙げる。近年、犯罪被害者に対して、プライバシーを侵害してしまうなどとの理由により、被害者の実名を伏せて、警視庁が公表するケースが多くなったのを受けて、2005年10月より、犯罪被害者に対して、 実名を公表すべきとの意見書を内閣府に提出。それに対して日本新聞協会は被害者へのプライバシーの配慮がないといった強い批判がある。公正取引委員会が新聞や出版物などに適用している特殊指定の廃止をめぐって日本新聞協会は2005年11月2日に新聞の特殊指定見直し表明に関する声明を出し、新聞は 民主主義の基礎である国民の知る権利に応え、公正な情報を提供するとともに、活字を通じて日本文化を保持するという社会的、公共的使命を果たしているとした上で、廃止は再犯制度を骨抜きにし新聞の価格競争を、海新聞販売店の撤退と個別宅配網の崩壊につながるとして、特殊指定の見直しに対し現行制度の維持を求めている。 これに対して、公正取引委員会は、新聞の特殊指定が、独占禁止法違反にあたるおすすめ、また、かねてから指摘されている押し紙や、新聞拡張団の問題や、前室の公正取引委員会の反論について、日本新聞協会側は事実上も苦殺している。この問題をめぐっては一部地方自治体の議会が、特殊指定の維持を求める決議を出し、国会でも、 各党の議員が特殊指定廃止に反対する議員連盟を作るなどの動きが起こっている。2019年10月から消費税率が10%に引き上げられるのに際して新聞に対して軽減税率が適用されるように取り組んできた。ありがとうございます。